こんにちは、ナクです。今日はね、プレイステーション1のね、ガンダムのパーフェクトワンイヤー王っていうのをやっていこうと思います。で、パラレルモードだと竜が生きてたりするらしいので、こいつ装置を倒してるんだけど、倒したところで何があるわけでもなく、で、このジーンも今倒したんだけども、ジーンを倒したから何になるわけでも多分ないと思うんだ。よし、撃て。これが全部当たる。倒した、すごく強い。すごい、ホワイトベースだけで戦ったらもしかして強いかもしれない。おー、上がってるね、撃ってくる。おお、上がる上がる。あ、そうだ、艦長だから。艦長じゃない、艦長だから。こいつ、ホワイトベースの上に乗って、これはこのタンクで行きたいな。うわ、楽しい、楽しい。私に勝てるか。お、耐えた耐えた耐えた。お、危ねえ。なんか倒さなくてもいいのか、とりあえずシャアをしのげばよかった。なんかいきなり連邦軍勝利になってしまった。これあれだな、ホワイトベースをもう強化するしかないな。ガンダムとか載せてないね。ちょっとメモリーカードさ入れてんだけどさ、これ反応しねえのよ。もしかして電源つけっぱでやれってことかな。しばらくだから動画とかもちゃんとしっかり撮っておかないといけないね。これもう負けたら終わりじゃん。アームとかもパンプするじゃないかな。とりあえず外すことないだろうから、士気とかがすごい高いから。パウル艦長が攻撃士が8人になったから、結構いいんじゃないか。行きます。もうちゃんとモブ的キャラにも、これターンこれもか、ターン待てばクリアだって。殲滅とかじゃないんだ。お前だ。おお、なんかイラストなんかマッチしない。倒せるかな。2回攻撃しないといけない。3回か。これはいい感じだね。簡単そう。ガンダム来た。やべ、何が大気圏突入か分かんない間にまたクリアしてしまった。これよし、トップだったらよし、撃て。何でしょう、私のやべえよな。ちょっとだからキャラをレベルアップして、なんていうか戦艦強くっていうか、モビルスーツとかも強くしていくのかなって感じなのかな。ユニットは強くできないんだな。マーセルアタック、これ一回一発当てて、もうこれはもう高いホワイトベースのモブを、アムロとかじゃなくてモブを入れて、ガンダムを乗せてレベル低いやつをホワイトベースで拾ってるって感じかな。これで打ち合い、攻撃開始。
倒せないでとりあえずターンするだけで、なんかタオを残してやっぱりクリアって意味がない。よし、今日は寝よう。そう、ヒットポイント少ないからかな。よし、撃て。これさっきあった急に攻撃されて一回かこれ終わるのか。シャアが青になったんだけど攻撃してくれるかな。ちょっと見てみよう。しない。あ、勝っちゃった。アーも出てる今度。まあ、シャアは取り逃してしまったけど、だからガルマがいないからシャアが出てくるはずもない。だからここの門はもう普通のジオン軍しかないっていう。もはやそうすると史実と違うくなるっていうとどうなるんだ。まあこんな感じで進んでたんだよね。お、カモンが出てきた。サンジバルでどれくらいなんだろう。もらったぞ。相手にしなくていい。サンジバルのもはやホワイトベースはステータスも上がってるんで、クルーのランバラルに塗られてしまったぞ。あれ持ってない。ああ、どれくらい減る。もう取りつかれながらも勝利。わけがわかんない。まあランパラルやばかったからな、落ちてくれなかったからな。取り付いて、あ、パラレルワールドだから選べるんだ。そしたらオデッサがありそうだから、そのまんまオデッサに行きそうな感じがするんで東南アジア方面に行っちゃう。サイコガンダム、ニューホンコについてサイコガンダム。そんなわけない。なんでアッカイが浮いてんのよ。とりあえず倒す。よし、撃て。空中いんのかな。なんで空中いんのか。結局今の私の現代の力でオッコを倒すのに。高いやつ倒したね。で、そしたらは、まあ、選択はできないのか、うん、全滅させられたかな。そしてなんとか敵を倒し、次はパキスタンの近くかな。ここはさ、秘密基地破壊っていうあれなんだけどさ、バックして待機したらさ敵動かないんだよね、全く。これだと、上の今190いくつになって200になってるけど、これはこれで一回も戦わないでなんか要塞を撃破しようっていう秘密基地を見つけたから、撃破も何もないでクリアしそうな感じ。まあだからといってね、敵倒さないとレベルがねやっぱり上がらないので、それはそれで問題かと思うんだけども、次の面でとりあえず倒せばそれなりに強い敵だとその上がる率ね、経験値とかも上がる率は高いので、ちょっとそれをやって、結局敵と一回も戦わずなんか秘密基地を攻撃しなくて、次は次でそれで3発目、ね、ただのグフなんだけど、なんかフライトタイプになってるっていうか、なんでみんな空飛んでるの。なんとか機関砲でこれで経験値たまるのかな。なんか当たるっぽいんだよな。どうか、何やってんの。左舷弾幕水路何やってんの。今深夜だからでかい声出せないっていう、ただ単に。これ多分倒せたと思うんだ。なんかそうするとマップ兵器だと経験値が入るのかな、うん、なんかゲーム終了まで600のターンだった。死にそう。なんとかな。よし、危ねえ。
よし、そしたら次行きましょう。とりあえずなんか特別な敵もいないからガグだけ倒してみよう。これで全滅させたかな。よし、そしたらなんかクエイトあたり何の変哲もないので、まあこんな感じ進んでますよ。なんかここもあれだな、待機してるだけで勝てそうだな。うん、待機してるだけで勝ってしまった。次はオデッサーだな。待機して勝ってしまったぞ。核は良しだしな。これオデッサーの激戦っていう920、これもちょっと放置でなんかいけそうな気がする。うん、ザク2体とドップ、トップ3体にガウ1体で、あとはなんかこれでクリアできそうだな。920ターンまで。オデッサターン数稼ぐのめんどくせえ。まあいずれあと7ターンでこれで終わりかな。なぜか何もしないでオデッサってことで勝ってしまった。ベルファズ、ファルスかな、何もせずしてどんどん進んでるって全く動けない状態からスタートだ。動けるのか。ズゴックだ、ズゴック。やべえ、まあね、アッガイがね、よし撃て、もう攻撃受けてもノーダメなんだよね、アッガイから。こうやってこんなところでどこ撃ってるって、後ろだよ後ろ。ちゃんとクロールにふわーって、シャアだ。当たるかな。やばいな、結構やばいな。なめるな。それ。この。母ちゃんおかえり。甘い。将来 F91 を作るジョブジョン。はたれ。優勝かな。おお、いいね、初めて見た。うわ、本当に理解をさせるっていう、それが強いっていうのよく分かった。私は何やってるので、なんかしゃしゃべってた。うわ、これは一番長かったし一番大変だったな。ただなんか、お兵隊さん、ん？なんだよあんた。お礼言いたくてさ、私たちの町を守ってくれてありがとう。それとさ、あんたの力になりたいんだ。私にも戦わせてよ、役に立ってみせるからさ。わかったよ、ついてこい。本当？ありがとう。もしかしてミハルも仲間になるのかな。そうすると23人でずっと戦ってきたのが24人になるぞ。もう大勢に、やっぱりほらほらほら、23人だったのが24になって、ミハルが、ミハルが特段何かあるわけじゃないので、これでジャブローに散る。すげえな、1120ターンだって。よし、よし撃て。結局ジャブローも、まあ近い区の敵は来たけども、あとは近いとかも行かないで、これで決まりそうだな。もう敵もたくさんいるんだけども、地下にも行かずずっと待機でだからね、こんな感じで。なので何もせず勝利。怖っ。やっぱりいきなりもう宇宙か。これ選べんの？スレッカーさん出た。これも
マサキっていう人、まあそこそこいい、スレッカーさんかなり優秀。コアブースターとジムがまた新しく補充されたね。攻撃を避けられるかな。ヒグの体力こんな感じだろ。多分もう一発くらいかな。あ、結構減るね。100を簡単には終わらせないぞ。これでいくだろう。よし撃て。動か、まあこのビグロさんを倒せば、ね、うわうわ、ザクレロだ。あ、でも1500しかない。やっぱ結構ポンコツだな。レルは41ステージまで、まだ20、これで3のやつ、これでコンスコン沈没する。よし撃て。12体以上のドムがいたような気がするぞ。信じられん。信じられんつってしまう。マジなのに。お次どこ？ソロモン。じゃあソロモン、ソロモン、アーバー枠、サイド3で終わり。長い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 、41話ってなったけど、ほんと41話あったらもうあれだよ、大変だよ。だって5日間ずっと仕事終わってからゲームしっぱなしだから、ね、ソロモン攻略戦ターン1000だと。ちょっとユニット見てみようか。これ多分ね、ホワイトベースだけじゃどうしようもないんだよな。ゲルググ多分初めて抜くんじゃないの。ここでチベ、チベ無罪無罪。イーグロ、ゲルググ、あ、でもゲルググヒットポイント少ないよ。あ、ザク、これだったらなんとかなるな。でソロモン戦なんだけどさ、なんかビグザムさっき見たらいなさそうなんだよね。さらにずっと待機待機って、待機ボタンしか押してないけど、ほらほら、ソロモンだとなんか戦闘が激しいみたいな、ね、え、でも戦うはず。もう、もうなんか無傷でソロモン勝利みたいな。でこれ昔のものだから、あの加藤とかも出てこないんだよね。ここでもう多分終わりでしょ。1987年のものなんで、一応ダブルエイティとかはもう、あのダブルエイティじゃない、あのね、83、83のやつはもうこの当時出てるはずなんだけど、っていうか出てるんだけど、ゲームには間に合わなかったかなって。ガトーとかはもうほんとドノーマルの1年戦争。ルート変更で他のところも行けたんじゃないのかなと思うんだけど、あれ、え、ビグザム、あ、ビグザムが出てくるんだ。なんかアコースとコズンが攻撃してくれないから、もう倒すしかないのに、放っといても意味はないし。さっき1回だけ、よし撃て。あ、ちょっと、あ、ソロモンだやっぱり。連携だ。うわ、やっぱ1対1を。そしたらアコースかかな。よし撃て。でもみんな分かってるんで、こっちの攻撃は絶対多分僕らが中心に取る。あ、行った。うわ、もう、もうあのアコースとあのコズン倒してパスパスしてたら勝ってしまったぞ。で、あれ、また今度こそエルミス。いやいやいや、違う違う違う。とりあえずこれで待機で、いずれ終わりかな。ギャンとも戦わず、マクベとも戦わず、待機で終了。で、そうすると次こそエルメスかな。あ、シャリアブルだ。ブラウブロー、ブラウブローのグラフィックが K
結構大きくてかっこいい。あまり気は進まないが、兵器ではないから多分そう減るんじゃない。ダメだな、ダメだ。レベル数値が設計か。倒せると思ってなかった。映っただろうか、今倒した瞬間。200もいきなり当たるなんてずっと避けられてたのに、まあご了承したけど、まだかよ。ダメですね、やっぱり。なんかさっきか、あー減り具合が、あでも倒した。この面はあれだな、ビットだけ倒してエルメスも上回ることができず、まあ前進すれば出てくると思うけどね。それで終了だな。なんか冷静に考えたら、シャア専用ゲルググも敵の中にはなかったから、シャアも倒してしまったから、もうシャア自体ももう存在しない人物になってるっていう認識なのかな。そうするとジオンが出てこないってこと。しまった、またエルメスは出てくるんだ。でもやっぱりシャア族が多分いないんだよね。とりあえずビットはこんな感じで攻撃してみる。ビットしか攻撃ない。あなたに恨みはないけれど、そこだわ。でこれ以上はアーバーを枠でララが出てくるはずもない。なんかさ、これ変だぞ。よし、撃て。何が変かっていうとね、何だろう、そのエルメスをなんとか倒したっていうか、なんで動画撮ってないのっていう話なんだけども、撮ってたらね、回避ばっかりされてね、時間かかるのよ。もう1時間くらいかかったからね、エルメス倒すのに。バカバカしい。避けて避けて避けられて。だから、録画してもね、ミス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 みたいな。1時間そんなのやってらんねえからね。ああ、これで選べるのか。ああ、バーを食うか、ぐらいなら。おぉ。ああ、バーを食うだと思う。いつも通りの史実なんで、多分シャア出てくるのかな。シャア倒してしまったかな。そろそろジオンが出るの。グラナダ行ってみよう。それこそイフの世界で効果作戦つーか、シャア専用ゲルググがいるじゃねえかよ。もう黒い3年生が邪魔するな。どの実力でそうすると放っとけばまた出てくるのかな。もらった。あ、ジョニーライデンかな。やべえぞ、グラナダ来るんじゃなかった。もしかしてとは思ったんだけど、もしかしてとは思ったんだけど、あでもこれシャアジョンの専用じゃなくて、やっぱグラナダだからゲームの表記上がシャアズナブルの専用になってるけど、多分これジョニーライデンだよな。あ、ジョニーライデンだ。やっぱり90だって。当たらない当たらない。やってたこれ。こんなのまともにやってたら5時間コースだったから。グラナダは狭いしね、ただでさえ2時間かかってる。あれ、え、またグラナダ。もうやだよ、グアジンが出てきたよ。8000ってどういうことよ。でギャンとゲルググと、まあこれジョニーライデンだよね。ギャンがあれだよ、マンクベだと思うんだけど、あやっぱりあれなんだ、
マッシュとガイアを倒したから、モルテが実は倒したかったんだよ。倒したやっぱり人は人間は出てこねえのか。よし、撃て！ダメだね、なんかこっちのターンが来ないんだよな。っていうか1ターン全然なんていうんだろう。ああ死んじゃった。1ターン全然、要するにターン数もう2時間ぐらいやってんだけど、ターン数稼げないんだよな。これで戦死になっちゃうのかな。全然稼げてないよ。ほんと全く順番が回ってこねえんだよな。その移動すると、移動して攻撃すると、自分のターンは回ってこないから、だからできる限りその場ねに待機しながら攻撃してんだけど、全然なんか、ね、自分のターンが来ないよね。わかった。なんでターン、ターンこっちに回ってこないかっていうと、ホワイトベースでいくらレベル上げたとしても、相手が各面レベル10くらい、いちいち一つの面でレベル10くらい高い敵が出てくるんだよね。だからな、全然回ってこねえなと思ったら、レベルの差、カインの出番も全然回ってこない。危ねえ。レベル10差あるとさすがにその低レベルはいいんだけど、80だもんな、もう相手。70と80の間のそのレベル10の格差はちょっとでかいんだな。ターンが回ってこない、全然。さ、もう5時間コースなんだけどさ、これここまで来て回の出番1回も出てないのよ。これ打ってもいないじゃん。ハグなのかな。キッカーもだからさ、タコ殴りだよ。自分の番号順番来ないで、戦車初めて出してしまったし、なんかおかしいよね。なにこれ、やっと貝が動けるようになったじゃん。キッカーも死ぬ必要なかったのにな。なんかこのグラナダの面はバグだな。動けないのよ、ガンダム、ミニオンガンダムとかも。もらった。動けんのはだからセイラさんと、艦長もレベルが高いからそれで回ってるんだけど、全然自分の番が来ないっていう。でセイラさんはなんか当たるんだよね。だからセイラさんの番組は、そうそうそう、あと10巻次のセイラさんだといいんだな。これでジョニーライアン倒して、甘い もらったな。できたんだね。ヒットポイント1000円しかないんだ。お、なんか月がそれっぽいっていうか、ギャンっぽい。やっぱりそうだ、テキサスコロニーで戦わなかったからレベルマクベそのままなんだ。で、倒し、テキサスコロニーで倒してればやっぱりマクベは出てこなくて、もうだから一回倒したらもう出てこないんだね、このキャラクターとか。低いままだ、だからレベルは。なめるな。1ステージさ、10くらいさ、敵のレベルが上がっていくわけよ。だからテキサスコロニーなんか結構前のステージなんで、いくらエースとはいえ死なないで、殺さないでここまで来た場合って、やっぱりレベルがそのまま低いままなんだよね、マクベの。でここで倒せばもうマクベも出てこない。これでもう倒せるから、レベル差があまりにもさせるか、開きすぎてないので、レベル差が本当に開きすぎて言わない。もうさ、モビルスーツが出てくるとさ、
ほら、これ見てわかるけどさ、ターン数どんどん進んでるじゃない。だけどモビルスーツが出てくるとなぜかさ、1ターン、たった1ターン進むのにさ、むっちゃくちゃ時間かかるんだよね。もうちょっとこれはだからテンポの悪さとかがあるよね。あとレベル差があると全然そのキャラに回ってこない、順番が。だからね、さっきのターン数全然上がんない上がんないって言ってたけど、ただ待機するだけでこれくらい上がってくからね。だからそこら辺のその調整っていうのはやっぱり昔のゲームなのかなっていう部分かな。おかげで結果戦死してしまったけど、初めての戦死したら次のステージにやっぱ出てこないのかな。お、砲台だ。さすがに砲台は食らわねえだろ。あ、やった、これでやっとサイド3だ。長かったな。最終決戦、よし。長え、ほんとに。昔のゲームだから1ステージ5時間とか。なんじゃ5時間とか。最後の戦い。してないから。これでもさ、ほんとに、補充もなし1000ターンか。そしたら端っこで戦ってた方がいいな。勝利状態。オッケー。ユニットが、キッカーが死んだらガンキャノンが、あ、やっぱりそうだ。もうキッカーは戻ってこないし、ガンキャノンも補充されないわ。グレートデキン、グアジン、ああ、これグアジンはあれだな。さっき倒さなかったからだな。サンジバル、ゲルググ、あ、でも、あれだ、キューザクバトル。キューザクは今まで出てきてないけど、もう名だたる人たちは倒してるんで、出てくるとしたらば、ランバラルくらいかな。倒してなかった。もう総力戦だからサイド3でもあれだね、あのこの当時から旧ザクは残ってますよっていう設定にはなってる。ザクチームは、あとガトルだね。もうジオンも大変だなっていう。これさ、さっきも言ったんだけどさ、あの戦闘しないでさ、待機した方がさ、ターン数稼げるんだよね。最初からやっぱり最後まで主人公はパオル艦長で終わってしまったな。キックが戦死したのはあれだけど、っていうかあのやり直せやいいじゃねえかって話なんだけど、メモリーカードを認識しないから私ずっとこれ電源入れっぱなしなんだよ。もうこれはひどい。一曲一点集中しすぎなんだよ敵。もうこれむちゃくちゃだよこのゲーム。なんか隣のどっかから来たおばちゃん、笑い声がすごいし、なんかホラー映画のような笑い声だ。隣の家の人、モビルスーツを全て壊したぞ。ここまでで5時間だよな。昔のゲームだからさ、むっちゃくちゃ時間かかるんだよなこれ。マジで昔のゲームだからさ、その一面がやたらと長いよね。よし撃て。もうこうなったら時間切れ勝利を狙わずにグレートデキンを落とせるんだったら落としてしまう。ていうかさ、待機してる方が時間経過早いのってどういうことよ。もうダメだ。お、ギレンもいた。これはグアジンかな、グレートデキン、どっちだ。いや、グレートデキンがデキンを守ってるからな。グアジンだ。間違って攻撃開始。間違っちゃってあのキャンセルしちゃったよ自分のターン。せっかく訪れたわずかな時間なのに。くそ。グレートデギンはのところまで行かないと。その前にモビルスーツを展開しようと思ったんだけどさ、
買えんだよモビルスーツ。これおか何がおかしいかって、モビルスーツがあのわらわら来るときは、あの何めちゃくちゃその時間経過が遅いくせに、移動のときはあれなんだよね。だからむちゃくちゃ時間の流れが早い。あのモビルスーツ戦の時は時間の流れも遅いくせに、移動の時はなぜか無駄に時間取られちゃうんだよね。キシリは何も言わないでやられた。もともとはもっと前に倒されてるべきだったのかな。だめ、もうこれ7時間コースかよ。こんな奴らにやられるとは。OK、 7時間コースかよ。もう本当に敵はこっちは分かんない、こっちは敵分かんないからね。1、うわー、ここまで来るのにさらに1時間だからね。さっきの前の動画から地味にね、このゲルググってこいつだけじゃないんだけど、ゲルググがやらしくてさ、盾持ってるからさ全然減らないんだよね。もうグレート的にどこよ。7時間コース突入一回死だ。いたグレートデギン、ちょっと見てみましょうか。グアジンと対戦9999。攻撃開始だ。メインにしながら B ボタンを押すと戦闘終了になるんだけど、そんなめったにいいじゃん。これ毎回この絵を開かないといけないんで、でそれでやっとキャンセルができるって感じだから、ものすごく時間かかる。パオロ艦長最後まで頑張ったな。よし撃て。機動戦士パオロ艦長、もうあれだぜ、8時間過ぎたぜ。まあ時間稼ぎはやることもできたんだけどね。これがパウロ艦長の最後の攻撃だな。パウロ艦長であれだよ、何とどめを刺すなんていうことは、もうそれやっちゃうと下手すれば間に合わないから、それが最後、いずれこれが最後の戦いだね。最後のメガ竜将になるな。キャノンね、あの4機以外はね、グレートデギンにねダメージ与えられなかったんだよな。だから砲手の方にホワイトベースに配置させて、でダメージを稼ぐっていうやり方をやってるんで、全然減らないもん。で先端以内でしょ、最初の序盤の方でね5時間くらいモビルスーツとずっと戦ってたからね。これセイラさん、ハローあたりで、セイラさんはね結構その攻撃力高いんだ。でアムロは私育てなかったから、なかなか攻撃力低くてね、やっぱり今戦わせてるのはスレッカーにセイラーにリュウにあとハローだね。ハローが結構最初から強くてで育てやすかったね。まあ実際は V ガンダムだったらば、ハローはもうダメだ。あ、327、なんでいけない、こんな、あ、やっぱり無理だ、これバグってる。うわぁ、やっべ、ほんとギリギリだな。敵捕捉、ギリギリだな。グレートデギンを倒さないで待機で勝利もできたんだけど、もう最後はね、ギレンも倒したし、キシリアも倒したから、いけるか。よし、次だな。竜までは回ってこないけど、そんなの何待ってらんないからね。そうするとクリアできなくなっちゃう。あぶねー、うおー、あと8ターン、あと8ターン、もうこれで決めたよね。いきなりスカとかっていうのはなしで、それデギンは何か話すかな。とりあえずちょっと静かにしてみようか。
なんかゴニョゴニョと話してね、あーダメだ、わからん。普通のこのガンダムの音楽は高くて聴けるんだけど、はぶねー、あと数ターンだったな。これでクリアか。